22型フリゲート。22型フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの艦型。バッジ1から3の3つのサブクラスがあり、それぞれブロードソード級、ボクサー級、コーンウォール級、と称される。1966年、労働党政権は、クバ -0H 級航空母艦の計画中止を決定した。これにより、将来的に、イギリス海軍から、 正規空母が消滅することが確実になったことから、第一海軍協は将来艦隊計画作業部会 FFWP を設置し、兵力整備コンセプトの抜本的な見直しに着手した。同作業部会での検討は多岐にわたったが、水上戦闘艦に関しては、大型の共同駆逐艦、82型の代わりに小型のミサイル駆逐艦、 後の42型の建造が勧告されるとともに、艦隊の機関兵力として、汎用フリゲートの建造が提言された。これを受けて、国防省幹線総局では、まず前進策として、輸出用の設計をもとに発展させた21型フリゲートを建造するとともに、自らもフリゲートの設計に着手した。海海 WP で検討がなされた時点では、 世界的規模での冷戦内し戦争が考慮されていたが、DGS での設計段階では、より NATO での共同作戦が重視されることとなった。このこともあり、1968年、オランダより共同開発の申し出があり、1969年、初頭の段階で、イギリス海軍が20隻、オランダ海軍が12隻を建造する計画となった。しかし後に、 股間防空ミサイルの機種選定を端緒として、船体設計などの要求事項に際が、顕在化し、1970年11月、オランダは計画から撤退した。1974年2月8日にネームシップが発注されて、1975年2月7日より、建造が開始された。5番艦以降は、1978年に、 採択された駆逐艦、フリゲートの新設計コンセプトに準拠したバッジ2に移行した。またフォークランド紛争の戦没艦の代艦としてさらに発展させたバッジ3が追加建造されることになり、1982年12月14日に2隻、1985年6月3日に2隻が発注された。本型の外見上の特徴となっているのが、 ブルワークを有志鋭く突出した艦首と大型の船道を備えた中央船道船形である。この艦首については前任者であるリアンダー級の設計が流用されており、これを12%スケールアップしたものとされている。なお水槽実験により、イギリス海軍が求める対抗性を達成するには、船体長130メートルが最低限であると判断されたことから、 本型の設計もこれに準拠しているが、この船体長の長さは、オランダ海軍の計画脱退の要因の一つとなった、同海軍の当時の増収設備では対応できる施設が限られたため、設計にあたっては、二十一型の反省点が多く、反映された。二十一型では、人員削減が重視された結果として、すべての装備を同時に使用するには、人員不足となっていたことから、 本型では増員されるとともに、会員居住区の質的改善も図られた。また機関へのアクセスなど、維持、管理を容易にするように配慮されている。バッジ1では、主機関は、1966年に採択された、機関系統化計画に基づく主機が採用され、巡航機として、ロールスロイスタイン RM1A、短期出力4100馬力、高速機として、 オリンパス TM3 バイト、短期出力27,300馬力という2機種のガスタービンエンジンを用いたカガーグ方式となっている。これは先行する21型及び42型と同様の構成であり、船体の大型化に伴って21型よりも1ノット鈍速であったが、42型の速力には対応できた。C ステートの海でノットの速力を維持、 できたが、これは本型のソナー有効最大速力でもあった。その後、バッチ2では、巡航機を出力増強型のタイ RM1C、短期出力5340馬力に変更。バッチ2の3番艦、ブレーブ、回94では高速機もスペース M1A、短期出力18770馬力に変更し、4番艦以降は、同機種による、 コガーグ方式に移行した。電源としては、バレンタ社製のディーゼルエンジンを原動機とする、出力 1000kW の発電機を4セット搭載した。本型は、静粛性に優れた対戦艦であると同時に、共同艦としても期待されており、充実した式統制設備を備えていた。戦術情報処理装置としては、バッチ1では21型と、同系統の海図。 ディーバが搭載された。その後、バッチ2ではキャックス1バッチ3ではキャックス5に更新された。これはフェランテ社によって開発され、1977年に21型搭載のカイズの代替機として提案されたものであり、イギリス海軍として初めて電波探知装置やソナーの情報を取り入れる機能を備えてた。また中核となるコンピュータも、 カイズ・ヤードスでは2機だったのに対し、キャックスでは3機に強化された。これらはいずれもリンク 11A の連接に対応していた。またこのほか、スコット衛星通信装置も搭載された。センサーは全面的に刷新されており、目玉とされていたのが2016型ソナーと、ウアー -1 電波探知装置である。春ームに収容されて搭載された2016型ソナーは、 本型のメインセンサーとして位置づけられており、収束体 CZ 海底半帳ボトムバウンス BB による長距離探知に対応して、海峡が穏やかであれば探知距離はに達すると期待されていた。実用化の遅れのため、初期立て造艦は21型と同じ184型を搭載して進行したが、これらも後に2016型に換装されている。後には、 信号処理部の改良により、2050型にアップデートされた。設計の初期段階では長距離探知用の側面アレイ、フランクアレイの装備も検討されていたが、これは後に栄光ソナーに変更されて、2031Z 型として後日装備された。ただし、戦術情報処理装置の能力不足のため、バッジ1の管には搭載されなかった。マイナス電波探知装置。 イザムは、当初、アウェイヒルとして開発されていたものの実用機である。1960年代の演習の結果、防空では、レーダーよりも、むしろ電波探知装置が、中核的なセンサーにいることが示されたことから、自動化を進めて、瞬時周波数計測、アイグム機能などを実装した装置であり、従来の電波探知装置と比して、容積は3分の1、重量は4分の1となっていた。 レーダーとしては、シーウルフ股間防空ミサイルシステムと連接された967、968型レーダーが搭載された。股間防空ミサイルとしては、新開発のシーウルフ GWS-25 が搭載された。これは、シーキャットの更新用として、新規開発された超音速のミサイルであり、股間防空用には優秀であった一方、 横下目標への対処能力は限定的で、後のフォークランド紛争で投入されたような、両艦防空任務を行うためには、脅威目標と防護対象との間に時間を割り込ませ、必要があった。下記管制レーダーとしては、当初配備されていた、もっと、例では910型レーダーが用いられていたが、バッチ2の3番艦、ブレイブ、海94以降では、 マルコー2社の 805SW 型レーダーの英海軍仕様である911型レーダーを用いたモッド3に更新され、910型搭載艦も1988年より順次に完走された。艦隊艦ミサイルとしてはバッチ1.2ではエグゾセーム M38GWS50、MM、が採用され、単装発射等4機が監視艦板に配置された。また、 バッチ3では、ハープーン GWS62 更新され、環境構造物工法に4連装発射等2機が配置された。バッチ1.2では、艦砲は搭載されなかったが、バッチ3では55口径 114mm 単装砲4.5インチ砲 MK8 が復活した。また、バッチ1.2で搭載されていた。 ボホース56口径 40mm 基準は、エリコン75口径 30mm 基準により、更新された。バッチ3では、ゴールキーパー30マシュダブディスが搭載されている。対戦兵器は3連装単魚雷発射艦。バッチ1.2では、STWS-1、バッチ3では対応の STWS-2 のみであり、長距離対戦線は、 リンクス中距離魚雷投射ヘリコプターに依存していた。また、後期が手造艦では、ウェストランドシーキングやアグスタウェストランドマーリンと、いったより大型の紹介ヘリコプターに対応して、ヘリコプター艦板が拡張されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。